こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、コンビニで売ってるカレーパンで目玉焼きチーズカレーパンを作りました。めっちゃ簡単でね、超美味しそうです。じゃあ作るとこ行きたいと思います。作り方です。カレーパンと生卵ととろけるチーズです。今日はね、カレーパン10個分で作ります。まずはカレーパンの上の方をくり抜きます。はい、パンの中にスライスチーズを敷き詰めます。なるべくたっぷり入れた方が美味しいので、たっぷり入れましょう。私は2枚分入れました。そして生卵を割り入れます。で、この後ね、電子レンジに入れるので、卵が爆発しないように黄身に穴を開けときます。1個のコンビニだけではカレーパン10個買えなかったので、いろんなカレーパンを買いました。カレーパンの種類で結構違いますね。カレーパンじゃなくて大きなハム&卵も買いました。おお、ハムと卵だ。半分はね、マヨネーズと卵で作ってみます。マヨネーズを入れて、卵を、じゃん、焼き上がりました。電子レンジでパン1個だった場合は1分30秒ぐらい、カレーパンの底が温まるぐらいまで温めて、その後トースターで白身が白くなるまで焼き上げたら完成です。そしてパセリをかけました。じゃん、完成です。これは切り取った部分で蓋をしてました。いただきます。このまず蓋でね、ちょっとつけて食べたいと思います。おお、黄身が、あ、流れる流れる。あ、これはハム卵だ。そうかそうか。うん、これマヨネーズで作ったんやけど、めっちゃ合います。カレーパンも食べてみます。わあ、マヨネーズの方ですね、これは。あ、もう見るからに美味しそう。カレーが甘辛くてスパイシーですね。卵の黄身とマヨネーズによく合います。これもめっちゃ食べるのね、難しそう。うん、マヨネーズがたっぷりで美味しい。うん、トースターでも焼いてるけ、カレーパンがね、カリッとなってます。これはね、コーラが飲みたくなります。まあ、大体コーラ飲みたいんですけどね、私ね。じゃあチーズの方まで食べてみます。わー、チーズが出てきました。はい、これ美味しいやつですね。うん、やっぱチーズとカレーは抜群ですね。あ、もうほら、美味しそうでしょ。美味しいです。めっちゃ美味しいんですけどね、ちょっとね、手で食べるのは結構難しいなっていうのに気づきました。手が汚れます。それを気にしないならいけると思います。うん、うん、おいしい。白身は火が通ってるから、黄身がね、濃厚なまま食べられていいですね。ハム卵はね、結構いけます。うん、ダメだった。漏れなくて手が汚れますね。で、最後の1個です。おー、マヨネーズのやつです。最後の一口です。うん、ごちそうさまでした。カレーパンめっちゃ美味しかったです。チーズとマヨネーズがあったけど、私的には意外とマヨネーズの方が好きだなと思った。多分私的にはチーズ料理食べるならもっとチーズ入れたいなっていう感じなんですよね。ちょっとでもね、カレーパンのスペース的にスライスチーズ2枚が限界だったんでね。マヨネーズはね、結構満足いくぐらい入れられたんで美味しかったです。でもチーズも美味しかったですけどね。チーズの方がちょっとヘルシーかなと思います。チーズよりもマヨネーズの方が家にある確率が高くないですか？だから結構お手軽に作れますよね、カレーパンさえあればね。とっても美味しくて簡単なので、ぜひぜひ皆さんも作ってみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。